リシャルリソンが SNS でサッカー界をドン引き下げる投稿をする www。リシャルリソンが前節のアーセナル戦でガブリエルと接触した場面について TikTok でお気持ち表明。ブラジル S ファーストコイスストライカーバーサスブラジル S ラストコイスディフェンダーブラジルのファーストチョイス FW とラストチョイスのディフェンダーと投稿して大炎上。これマジで言ってんのかよ。さすがリシャカス、いつも楽しませてくれる男。負けたのにこんな投稿するの一周回って好き。なぜ笑うんだい、彼の行動はいつも通りだよ。ガブリエルと仲良いからこその発言と思いたいし、そうじゃないとマジで終わってる。シンプルにブラジルのファーストチョイスではなくて草。サッカー知らないからガブリエルの凄さと自分のひどさがわからない。男子中学生ならこの発言に納得できる。ファーストチョイスのストライカーがラストチョイスのセンターバックにボロ負けするの草。子供たちには優しいのに仲間をめっちゃ攻撃するのおもろい。うつ病だったらしいけど、医師はちゃんと彼から携帯取り上げないとダメでしょ。セルビア戦のスーパーゴールだけで一生飯が食えるサッカー界のゴールデンボンバー。仮にリシャルリソンがファーストチョイスならセレソンは危機感持った方がいい。